どうもノブキックスこと千田信之です。今日はね、あるところに今から向かおうと思ってるんですが、まだ皆さんが体験できないことをいち早く体験できるということでね、今からあるところに向かいたいと思います。で、ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、ツイッターでね、何回かお案内させていただいたんですが、どういう体験ができるか楽しみなんでね、まずはその場所まで向かいたいと思います。それでは行ってきます。さあ、どこに来たか分かりますか皆さん。そう、USJ に来ました。今日はね、ハリーポッターの先行で行けるチケットをいただきましたんで、そのチケットを元にハリーポッターに乗りに行こうかなと、見に行こうかなと思って来ました。で、まあ、パーク内にね、一般公開もされてるみたいなんですよ。その時間帯がうまいことタイミングが合えば一般公開もしてたみたいなんですが、今回は一般公開がないということで、時間まで15時15分から2時間ですね、ハリーポッターのエリアに入れますんで、そちらのエリア内の方でハリーポッターを体験して感想を言っていきたいと思います。ハリーポッターのね、エリアの中の撮影はできないんですが、まあね、僕の感性と気持ちでね、ハリーポッターがどんなもんだったかっていうのをね、ご案内したいと思いますので、どうぞ皆様お楽しみにお待ちください。では、今日早めに来ましたんで、まずは USJ を楽しみたいと思います。それでは行ってきます。はい、着替えました。やっぱりね、 USJ といえばやっぱ清掃しなきゃいけないんです。今日日が高いんでね、やっぱり僕のこのチョッパーのね、ポンチョを着て USJ 楽しみたいと思います。それでは USJ に行ってきます。はい、スパイダーマンに来てますよ。チョッパーです。来ておりますので、どうかご覧の人と間が開かないよう、真ん中に向かって席を詰めてお座りください。どうも、こちらの田辺です。ただいま15時の段階で、皆さん今ハリーポッターの方をご案内させていただいてます。で、僕のチケットは15時15分から17時15分の2時間の制限の乗り物の感じだった。中にはオリバンダーだったりとか、ハリーポッターだったりとか、いろいろね、アトラクションがあるみたいです。そのアトラクションにうまいこと乗れたらいいかなと思ってますんで、これから入っていきたいと思ってます。で、今ね、いろいろショーとかスパイダーマンとかいろいろ見て回ったんですが、ちょうどいい時間帯になったんでね、ハリーポッターのこれから入って楽しんでいきたいと思いますんでね、皆さん感想の方お待ちください。で、中の映像の方は今お見せすることはできないんですが、公開15日から公開になってからまた皆さんにご案内させていただこうかなと思ってますんで、そちらの方もお楽しみください。それでは、もうあと10分ぐらいです。10分ぐらいで入れますんで、もうしばらくお待ちください。ただいま、中に入ることができました。今から中に入ってハリーポッターの敷地内に入っていくんですが、実はね、入ったところでもまだ並んでるんですよ。で、結構並んでる感じになるんで、中がどうなってるのかがわからないです。アトラクションがもしかしたら乗れるかどうかもわからないぐらい多分人がいっぱいいると思いますんで、その中でどうなってるかはまだね、ご案内することはできないんですが、まあ、なるべく楽しめたらいいかなと思っておりますんでね、こちらの方もお聞きください。で、次に動画を回ってる時は多分もう帰ってる時なんでね、帰ってきてるところの動画を上げさせていただいてると思いますんで、どうぞ皆さん僕の感想の方にもご期待ください。それでは、ハリーポッターの世界に行ってきたいと思います。ウィンガーディアムレビオーサー。今帰ってまいりました。ハリーポッターから帰ってきて、バタービールもね、買って飲んでるんですが、まあすごくね、面白かったです。ハリーポッターのね、世界観がすごく出ていて、お城もそうですし、いろんなところがね、やっぱハリーポッターでした。で、乗り物に関してもすごく、ね、迫力があって、すごく楽しいアトラクションになってますんでね、15日から皆さんも来ていただければなと思います。まあ皆さんに体験していただいた方がね、やっぱり分かりやすいと思いますんで、すごく良かったよってだけお伝えしておきますんで、皆さんもよかったらバタービールにハリーポッター体験してみてください。では、ノブキックスこと千田信之のハリーポッターレポートでした。ありがとうございました。バイ。